かつて時代は輝き、ドライビングも輝いていた。そこには湧き上がるエモーションがあった。車で走ることそのものにドキドキしていた。いつから車は移動するための便利な道具になってしまったのか。今時代は再びときめく方へ動き始めた。走り出そう、新しいスカイラインとともに。日本の車にときめきが帰ってくる。ニュー日産スカイライン誕生。ときめきをシフトする。